こんばんは、フルメフルです。今日は秋葉原に来ました。日夜なのでめちゃめちゃ混んでます。今日はですね、肉の万世が3月末で終わっちゃうとのことだったので、肉の万世に来たのと、レトロゲームを、ね、今日は探索したいなって思うんで、冬がいつも巡っているレトロゲームのルーティーンを回っていきたいなと思います。トップバッターのお店は秋葉原駅電気街口より徒歩数十秒、一番近かった駿河屋秋葉原駅前店へ。プレミアゲーから掘り出し物までたくさんあります。今回冬はこちらで友達に借りパクされたままのドラッグオンドラグーンを購入。当時なぜかファイナルファンタジーだと思ってお母さんに買ってもらったら、異形になった妹が大量発生して世界を滅ぼされたり、なぜかファンタジーな世界から新宿に飛ばされて鬼畜難易度の音ゲーをやらされたりと、とんだうつゲーでした。これ本当に学校で流行ってるの？といった母の顔が忘れられません。そして一緒に萌え川の PS2 版の初回限定版があったので購入。二つとも一見全くジャンルの異なるゲームですが、お揃いをつけています。仲良しですね。次に寄ったのはスーパーポテト秋葉原店。ゲームウォッチから 3DS まで幅広いラインナップ。レトロゲームといったらここですよね。店内の撮影許可をいただいたので散策していきますよ。プレミアなゲームもびっしりありますね。最近は当時のマブな女が出ているゲームが目を引きます。ゲーム以外にも攻略本を扱っていたりするので助かりますね。 CD パチスロ美少女ギャンブラーいいな。これ私たちが欲しいならパチスロで勝負。ちょっと恥ずかしいけど全てをかけるわ。一人でラーメン屋行くの恥ずかしいみたいなノリで全てをかけないでほしいですね。あー、ストリップファイターがある。あー、ストリップファイター欲しいな。すいません、はい、ケースいいですか？ケース、はい、かけましょう。はい、あのストリップファイター2をお願いします。あ、これです、ストリップファイター2。あ、これです、はい。無事にお迎えもできて駄菓子コーナーで休憩。レトロアーケードゲームもたくさん遊べます。どのゲームが嫌いかよりどのゲームが好きかで自分を語るよ。ルフィとマリオが言っていない名言です。心に染み渡りますね。スーパーポテトを出て末広町方面へ向かうと、マンダラキに遭遇。時間がなかったため寄れませんでしたが、ここのレトロゲームコーナーめちゃめちゃ広いです。もちろん品揃えがいいのでおすすめ。ありました、ビープ秋葉原、そして駿河屋秋葉原店ゲーム館。ここの2つが並んでいるのは大変助かります。先ほどはもう一つの駿河屋さんでお買い物させてもらったので、今回はビープさんにお邪魔しました。とはいえビープさんはレトロ PC やアーケードゲームの方が主流なので、品揃えを期待していくというよりかはニッチなものを探しに行く方が意外な掘り出し物が見つかるかもしれません。しかもここのポイントカードめっちゃお得なんですよ。お買い上げ5000円ごと、または買取価格5000円以上で1ポイントなんですが、10ポイント貯まるとなんと5000円値引きしてくれます。冬はすでに貯まっているポイントカードがありましたので早速購入。今回購入したのはゲームではなく美少女パソコンブック。ちょっと趣旨からはそれますが、まあレトロゲーム関連であることは一緒なのでね。袋とじ開封済みの使用済み本でしたが、中身は最高でした。まだ国会を騒がせていなかった頃の177が紹介されていたり、ナンパシミュレーションゲームの金字塔東京ナンパストリートや、ナンパした女の子から金を巻き上げてソープ店を開く経営ゲームソープランドストーリーの紹介もあって、当時の雰囲気が満載。機会があったら別の動画で紹介しますね。ゲームショップ散策の途中ですが、お腹が空いたので例の場所へ向かいます。今回のメインの一つ、肉の万世秋葉原本店。33年間秋葉原を見守ってきた肉ビルが今年の3月末で完全撤退することになりました。この景色が見られるのも最後ということで、見納め、食べ納めに行きました。自分の仲間が食われ続けているのにこんなに笑顔で見守ってくれていたんですね。ありがとう肉の万世。一人で来たのですが、とてもいい席に通してくれました。肉の万世が見守ってきた景色を眺めながらいただきます。店内は大盛況。
れを惜しんだ人たちであふれかえっていたのですが、そんなあったかプレイスな肉ビルの隣にひっそりとあるあれ、ご存知ですか？界隈では前から有名な場所なんですが、冬は今回初めて来ました。明るい家族計画、なんだろうな、これわかんないな。怪文書自販機です。店内では普通の飲み物から普通じゃないものまでいろいろな自販機があります。試しに一つ購入してみたのですが、まさかの闇の自販機買ったら買えませんでした。どうしよう、呼べないな、どうしようこれ。ネクターでも買ってみるか。なんとでかすぎて引っかかってしまい、取り出し口に入ろうとしたところで軌道がそれて取り出し口の上に落ちてしまいました。救出するために何かをもう一個買わねばならず、ママと一杯食わされました。なんだかな、しかも一個1300円ぐらいしたので、これはもう中身に行きたいですよね。開けてみます。いつも母親をデイサービスに連れて行く、いろいろな高齢者の方がいるが、一人のおばあさんは温熱機械をかけているとき、いつも金玉と連呼してニヤニヤしている。いつも金玉と言っているので。YouTube に怒られそうな文章だったので、ここまでにしておきます。怪文書がもう一個入ってました。謎に2個セットなんですね。最初の怪文書との整合性は特になさそうでしたね。重さは結構軽いんです。ワクワクしながら開けてみると、大人のミルク、下ネタ。肉の万世が光ならこちらは闇、光が消え闇だけが残ってしまいました。電気街のメインストリートに戻ってきました。引き続きゲームショップも散策していきます。いつもお世話になっておりますレトロゲームキャンプ、店内にこれでもかと詰め込まれたレトロゲームたちを堪能できる素晴らしいお店です。短い時間ですがしっかりお買い物をしてきました。購入したのはこちら、グッドアイランドカフェ飯島愛。飯島愛さんといえば伝説の AV 女優、そして主人公の声優をなぜか務めたマジカルポップンがレトロゲーム界では有名ですが、こちらは飯島愛さんに焦点を当てたゲーム。飯島愛さんがレコーディングしている様子を撮影したり、地味に長いフリートークを聞きながら一緒にお茶したりできるゲームです。フリートークを適当に聞き流していると、後で愛さんが何を言っていたかクイズを出されるという、ちょっと試してくるメンヘラ彼女みたいな挙動をしてくるのもこのゲームの魅力です。素敵なゲームと出会いました、ありがとう。そして駅方向に進むとあるのがトレーダー本店、ここにもお邪魔してきました。もう予算オーバーで何も買えなかったので、めぼしいものだけチェック。64にこんな美少女まみれなゲームがあったんですね。64のギャルゲーといえば、ピカチュウを口説き落として同棲するゲーム、ピカチュウ元気で中しか知らなかったのでびっくりしました。64はノーマークだった。いろいろ調べてみようと思います。ということで、いつも回っているレトロゲームショップを一周してきました。回り足りないよという方は、電気街ではないですが、ブックオフ秋葉原駅前店にも取り扱いがあるから寄ってみてくださいね。大好きな秋葉原、景色は変わっていきますが本質は変わりません。俺たちの秋葉原、大切に育てていこうや。ラブ秋葉原。